とピンクのレオタードが彼女のなんかイメージなんですけれども、やはりあの好きな色のレオタードを着て出てしまうんですよね。そうでしょうね、はい、90年のワールドカップでボール第5位でした。この選手も技に強い選手の一人ですね。そしてあの足先を見てください。大変の鍛えられた足先をしていると思うんですけれども、つま先が最後までよく伸びてます。重心の位置も高いですし、安心して見ていられる選手の一人ですね。女性らしさとか、美しさ柔らかさが表現できるようになると、さらに上位に食い込んでくるような感じもするんですけれども、バランスピボットは素晴らしいですね。鮮やかです。素晴らしいですね。何回もあったんでしょう。コマのようですね。ヨアンナ・ボダク、ボールの演技、まあ、秋山さんおっしゃったように、その表現力というのは